私は岡野由美。1年前に夫である隆と結婚して、都内の小さなマンションに2人で暮らしています。彼とは幼馴染で、高校生の頃、彼から告白され付き合うようになりました。そのまま8年間付き合い、去年待ち望んだ彼からのプロポーズでゴールイン。結婚の約束をした時には、2人でお揃いの高級時計を買いました。2人の高くない給料で、誰もが知る有名ブランドの時計を買うのは、とても勇気のいることでした。しかし、高級時計は、きちんと手入れをしていれば、何十年経っても使い続けられるため、おじいちゃんおばあちゃんになっても、一緒に同じ時を過ごそうね、と言って、その時計を買いました。時計の裏側には、2人の名前のイニシャルを入れてもらいました。それ以来、決して豊かな生活ではないけれど、彼と2人、つつましやかに暮らしていました。しかし、半年もすると、彼の様子が急におかしくなりました。それまでは、どれだけ忙しくても2人で食事をとっていたのに、仕事遅くなるから先に食べてて、と、そっけない連絡だけで済ませるようになってしまったのです。また、私に隠れてこそこそと出かけていくのを何度も見かけました。まさか浮気？私はいつしかそう感じるようになり、彼に疑いの目を向けるようになっていました。当然、彼も私が疑っていることに気づき、やがて顔を合わせれば喧嘩をするようになってしまいました。そしてある日、家に帰ると、リビングに彼が神妙な面持ちで座っていました。私が向かいの椅子に座ると、彼は重たい口を開きました。すまない。好きな人ができたんだ。別れてほしい。私は予想していたとはいえ、とてもショックを受けました。彼は自分の都合で別れるから慰謝料を払うと告げました。これも返すから。一方的に事実だけを淡々と告げた彼が私に突き出したのは、結婚の時に2人で買ったあの時計でした。売ればきっといくらかになるだろう。彼はそれだけ言うと、さっさと部屋を出て行ってしまいました。彼はお金さえ払えばいいのだろう。そう思っているに違いない。私は悲しみと怒りでどうにかなりそうでしたが、彼の冷たい態度で、もう私への愛は残っていないのだと分かりました。それから数日間、私は泣き続け、食事もろくに喉を通らない状況でした。いつしか胸に溢れていた悲しみは怒りに変わりました。手元を見ると、彼と一緒に買ったあの時計が。私は耐えきれず、彼が突き返してきた時計を掴んで家を飛び出しました。家を飛び出した私が向かった先は、近くにある小さな質屋さんでした。私は店に飛び込むと、店主に2つの時計を渡しました。この時計を買い取ってください。店主は突然店に飛び込んできた私に驚きながらも、その時計を買い取ってくれました。それからしばらくは辛かったのですが、彼との思い出である時計がなくなると、だんだんと悲しみや怒りは静まっていきました。そしていよいよ、明日は離婚届を提出する日になりました。最初の彼からの離婚話が出てから1ヶ月ほど経っていましたが、それまでお互いの仕事が忙しく、なかなか提出できずにいました。今日の夜は2人で最後に過ごす日にしよう。彼からそう言われ、私はまた辛くなってしまうのではないかと一瞬躊躇しましたが、結局了承しました。しかし、早く仕事を終わらせ帰宅した私に対し、彼はなかなか帰ってきません。最近は仕事も落ち着いたのか、早く帰宅することが多いのに。きっと、愛人のところに違いない。そう思うと、ふつふつと怒りが湧いてきました。いつしか、二人
二人で飲もうと思っていたお酒も一人で飲んでしまい、お酒に酔った私は少し大胆になっていました。そうだ、愛人のこと調べてみよう。突然ですがそんなことを思ってしまいました。それから私はこれまで入ったことがなかった彼の部屋に足を踏み入れました。彼とは長い付き合いだったからこそ、お互いのプライベートには干渉し合わないという暗黙のルールがあったからです。しかしそのルールを私はその時初めて破りました。彼の部屋には几帳面な彼らしく、物は少なく綺麗に片付いていました。机にはノートパソコンが一台だけ。私はそっと机へ近づき、パソコンを開きました。すると画面にはパスワードを入力してくださいという表示が出ました。このパソコンは自宅でしか使わないのに、パスワードをかけるなんてやましいものが入っているに違いない。私はそう確信してパスワードの解読に挑むことにしました。まずは彼の誕生日から、外れ。それから彼の家族や彼の好きなアーティストに関連する数字を入力してみましたが、どれも外れ。何度もパスワードを間違ってしまったため、パスワードが入力できる回数は残り2回。どうしよう、もう思い当たる数字は全て入力したのに。落胆する私の脳裏にふとある数字が浮かびました。それは結婚記念日。まさか、いやもしかして。高まる胸を抑えながら震える指でキーボードを叩きました。そしてその結果は外れ。予想が外れたショックはもちろん、彼はもう本当に自分のことを愛していないという現実を再び突きつけられたような気がして、私は大きく落胆しました。きっとパスワードは愛人との記念日か彼女の誕生日なんだ。そう思うと涙がポロポロと溢れてきました。離婚前夜にもかかわらず、いまだに涙が出ることに情けない気持ちになりました。誕生日、そうだ、私は最後のチャンスを、半ばやけくそな気持ちである数字を打ち込みました。するとデスクトップの画面へと切り替わったのです。最後に入力した数字、それは私の誕生日でした。彼が私の誕生日をパスワードに設定してる、なぜ。一瞬心が大きく揺れ動くのを感じました。もしかしたら彼はまだ私のことを。しかしすぐに我に返りました。いや今さらそんなはずないだろう、きっと昔に設定したパスワードもそのまま変えないままだったのだろう。そう思い直してパソコンの中を見ることにしました。パソコンの中は部屋と同じくきれいに整頓されており、仕事用、趣味、写真といったように丁寧にフォルダ分けされていました。そしてその中に後のことと書かれたフォルダがありました。後とは何のことだろう。きっと離婚の後のことだ。きっと愛人と新しく暮らすためのプランが書かれているに違いない。そう思い私はそれをクリックしました。そこには何枚かのファイルがありました。そこには遺言書と書かれたファイルが。ファイルを開くとそれは彼の両親に宛てたものでした。その内容は、膵臓がんになり余命半年と宣告された自分を看病してくれたことへの感謝、そして自分の死後それを決して私に伝えないでほしいというものでした。彼が別れを切り出したのは病気のせいだったのだと、この時になってようやく知ったのです。彼は長年一緒にいた私が突然一人ぼっちになってしまったら生きていけなくなるのだと見抜いていたのです。だから自分が悪者になって姿を消すことで、私が彼のいない人生を少しでも前向きに生きられるようにしようと彼は考えたのです。私は自分が情けなくなりました。彼は自分の命が残りわずかでありながら、自分のことよりも
私のことを考え行動していました。そんな彼の気持ちに気づかず、私は独りよがりで悲しんだり怒ったりしていました。なんて情けないのだろう。私は彼が何と言おうと、残された時間を彼のために使おうと決意しました。そしてその時、ようやく私は今日彼が帰ってこない理由に思い当たりました。まさか。フォルダの中にあった診断書を見てみると、そこには近くの総合病院の名前が書かれていました。私はすぐに家を飛び出し、病院へと向かいました。病院の受付で夫の名前を言うと、彼のいる病室を教えてくれました。やはり彼は緊急搬送されていたのです。病室へ飛び込むと、彼が驚いた顔で私のことを見ていました。ユミ、どうして？その時初めて、彼の頬がげっそりとこけていることに気づきました。これまでは離婚や仕事の忙しさで疲れているのかと勝手に思っていましたが、それは病気のせいだったのです。私は彼の顔を見ると、また涙が止まらなくなってしまいました。私は彼に、パソコンを盗み見たことを告げました。そして、病気や遺言のことをすべて知ってしまったことも。そうか。すまなかった。こうでもしないと、俺が死んでからも君はずっと、俺のことを引きずり続けるだろう。私は泣きながらうなずきました。それが嫌だったんだ。ずっと前に進めないまま、君が一人で生きていくのは、君にとっても俺にとっても辛いことだから。そう言って彼は私を抱きしめました。私も彼をきつく抱きしめ言いました。約束する。あなたがいなくなった後も私は前を向いて生きていく。だからお願い、あなたの最後まで一緒にいさせて。私たちは泣きながら彼の最後まで一緒にいることを約束しました。しかし安心したのもつかの間でした。私はとんでもないことに気づきました。どうしよう、腕時計振ってしまった。パニックになった私に、彼は質屋から買い戻せばいいだろうと言いました。しかし怒りに任せて質屋に時計を売ったのはもう何週間も前です。売れてしまっている可能性も十分にあります。翌日、不安を胸に店に行くと、店主はお客さんらしき40代くらいの夫婦と話をしていました。どうやらお客さんが店の商品を買ったようです。お客さんの対応が終わったら事情を話そう、そう思っていましたが、その手元にある商品を見て思わず叫んでしまいました。その時計、なんとそれは私が売ったペアの時計だったのです。しかもすでに購入は終わった後で、奥さんと思わしき女性は腕に時計をはめています。私は必死にこれまでの経緯を伝えて、時計を買い戻せないかと言いました。店主は困った様子で、事情はわかるけれど、さすがにお客さんがお金払ってしまったからね、と言いました。お願いします。私は時計を買った夫婦に土下座をしてお願いをしました。店主は店先で困ると慌てた様子で私を止めました。夫婦は顔を見合わせています。いくらでも払いますから買い取らせてください。店主に止められながらも、私は必死に二人にお願いをしました。すると女性が口を開きました。いくらでもと言ったわね。女性はまっすぐに私を見つめました。よく見ると、彼女と隣に立つ夫であろう男性はいかにも高そうな洋服やアクセサリーをまとっていました。お金持ちであることは容易に想像がつきます。はい。私は震えながらも答えました。一体いくら提示されるのだろう。いえ、たとえ借金をしてでもあの時計を取り返したい。私の胸にはそれだけでいっぱいでした。すると、私の目を見つめていた女性が突然、にっこりと微笑み言いました。冗談よ。
あなたにこの時計あげるわ。女性はそう言って私に時計を差し出しました。私は嬉しくて何度もお礼を言いました。しかしお金を出そうとすると彼女はとんでもないことを言いました。なんでお金なんか出してるの？あげるって言ったじゃない。何度もお金を払うと言いましたが、彼らは断固として受け取ろうとしませんでした。話を聞くと、なんと二人のイニシャルは私たちと同じだったのです。二人は運命を感じてすぐに時計を買うことにしました。そこに私がやってきたのです。きっと神様がこうしなさいって言っているんだと思うの。そう言って二人は私に時計を預けました。私は泣きながら何度もお礼を言いました。その後治療を続ける夫に最後まで寄り添いました。余命は半年でしたが、1年間彼は私と一緒にいてくれました。息を引き取った彼の腕には私とお揃いの時計がはめられていました。彼がいなくなった直後はやはり悲しさと寂しさに胸が支配されてしまいました。しかし今は少しずつ新たなことにチャレンジしたり、多くの人と出会ったりして前を向いて生きるという彼との約束を果たしています。